鉄砲。鉄砲、鉄砲、鉄砲とは、重心を有し火薬の力で弾丸を発射する火器のこと。特に、江戸時代以前、銃を意味する、最も一般的な語が、鉄砲であった。また講義において、大砲などを含めた火器全般を指して、鉄砲と称する例もあった。本校では日本における、鉄砲について述べる。銃、火縄銃も、 参照のこと。日本に銃としての鉄砲が伝来する以前、原稿時に鉄は、うという火薬を使った音のする武器が知られていたことから、銃が伝来して後、これに鉄砲の字を当てたとも言う。通説では、銃に相当する鉄砲は、天文12年、1543年に、ポルトガル人を乗せた、中国の船舶が種ヶ島に到着したことをもって、 伝来の最小とする。ただし、近年、宇田川武久が、日本のひなは銃と西欧の銃の構造の違いなどから、それ以前から東南アジアで改良された銃が日本に伝来していた可能性を指摘して以後、それ以前に日本に銃が存在していたのかどうかについての議論が活発に行われている。鉄砲伝来。鉄砲は、泉国境や、木の国根頃。 大見国々ともなど各地で生産され、島津市や三好市、足利将軍家など、九州、近畿の大名は、早くから、その充実に力を注いだ。東国では買い、武田氏が、天文24年、1555年の第二次、川中島の戦いにおいて、鉄砲300丁を傾向し、組織的に利用している、勝山木。だが、その大量整備で知られたのは、 織田信長がであった。長篠の戦いにおける織田氏の鉄砲隊の活躍については課題評価されてきた部分はあったものの、鉄砲の普及に大きな影響を与えた。また、鉄砲の生産、所持のためには多額の費用がかかることから蔵入地の増大などの戦国大名の統治構造にも影響を与えた。また、当初は海外で採掘されたものの輸入に依存していた、小石も、 戦国時代末期にはわずかながら、国内で生産されるようになった。原画演舞後、江戸幕府は鉄砲を規制する方針を取った。ただし、その本格化は上京四年、1687年、以後の徳川綱吉による、鉄砲改め強化以後のこととなる。それ以前は藩によっては、農兵制を採用したりする藩、山賀祖皇などの軍学者の中にもこれを支持する意見が、 あったもあり、統一した方針が確立されていたわけではなかった。江戸幕府においては、新居赤書における入り鉄砲の規制や命令期三年、1657年の関東盗属取締令における鉄砲統制などがあったが、綱吉の政策委員を在存の鉄砲の没収などの措置が取られ、小類やアレミの例による長寿の観点から規制は強化される方向にあった。 もっとも、農村部においては、領主が管理する鉄砲を特別な租税へ、鉄砲運上と引き換えに一時的に借り出すという名目でのあず鉄、廃料鉄砲は容認した。これは鳥獣による農作物への被害による年貢等の減少を避けるためであった。江戸時代の200年以上にわたって、日本の鉄砲は、ひ縄銃の水準に止まった。これは、 鎖国や爆破体制による鉄砲単野の保護と統制による影響と言われているが、西洋の集団で弾幕射撃を行う用法とは異なり、狙撃型の用法がある字で命中率を重視した日本においては、引き金を引いてから弾が発射されるまでにタイムラグのある角一式銃は好まれなかったとすせつ、また角一式銃に必要な良質の火打ちが国内で、 取れなかったことによるという説もある。だが、19世紀以後のヨーロッパにおける来館や、四条式銃などの開発が、こうした弱点を徐々に解決しつつあり、幕末の開国以後には、急速に西洋式の銃に取って代わられた。明治一新以後は、ひなわ銃は完全に使われなくなり、長年の保護と職人としての意識に支えられた、砲坦屋の多くは新式銃への転換を拒み、 廃業して機能していった。その後も村田銃の開発など、銃の国産化への努力が図られ、30年式不標銃を日露戦争の戦訓を得て改良した38、式不標銃で列強に加害する水準に至った。第一次世界大戦には、各国で小銃の装填を自動化して、連射を可能とする自動小銃の開発が行われたが、日本では高価で弾薬消費量も、 多いことが問題とされ進展しなかった。太平洋戦争開戦後に、米軍の M1 ガーランドの威力を見て、再び自動小銃の開発が図られたものの進展は遅く、1944年には4式自動小銃が形になりつつあったが、量産の余力はなく、既存小銃の生産に全力を挙げることとして、実用化には至らなかった。結果的に、 太平洋戦争を通して20世紀初期に開発されたボルトアクションライフルである38式不標銃との発展型である99式小銃が用いられた。他の列強諸国でも対戦を通して依然として38式不標銃と同世代のボルトアクションライフルが用いられた。自動小銃を開発する試みは盛んで、ソ連の s v t 四十やドイツの g 十三等が 実用化されたが、生産数は多くなく、自動小銃を満足に供給できたのは米軍くらいであった。戦後の一時期は、米国供与の米国製小銃が使用されたが、現在、自衛隊や海上保安庁等においては、国産小銃である64式 7.62mm 小銃、89式 5.56mm 小銃が使われている。警察白書によれば、 日本国内の重機は空気重を含め2006年末時点で約34万丁に達している違法重機を含めればこれを上回る。種ヶ島伝来当初未知の製法、ネジ、高品質の火薬が用いられており国内生産以前、種ヶ島と北は1丁につき2000両の大金で2丁計4000両で購入した。後に国内生産が可能となり、 堺で大量生産されるに至り、価格も下がってくる。この量産化の成功と低価格化が、爆発的な普及のきっかけとなった。宮内庁保有盲古襲来へ言葉全館に、文英の役に、盲古軍の炸裂兵器として、鉄は、う、鉄砲が描かれている。とも呼ばれるもので、長崎県松浦市の高島海底遺跡から、現行当時のものが引き上られており、外部は、 河原家と陶器の中間の質の小道が約20センチの球場で内部にはてっぺんや聖道兵を火薬や用と共に詰めた手榴弾に近い兵器であったとされる従来は威嚇的な音響効果を狙ったものとするのが一般的な説であったが近年では相応の殺傷能力を期待した武具であったものと考えられている鉄っうについてはやわたぐくんに記述があり 日本の大将には、小児入道各絵が孫、矢合わせのためとて、小かぶらをいたりしに、猛虎一度にドット先、わらふ、太鼓行、叩きドラを打ち、神宝で砲を放しときを作るとある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。